こんにちは、こんにちは。もうやめておかないか。やめとけ、マジで。もうやめておいた方がいいと思います。ライリーのとこにいるあのなんか VTuber なのか、 VTuber でもないんじゃないですかあれ、うん、V なのかな。でも一応 V さん、もうあのやめておいた方がいいと思います。なんかね、面白いことになってきたじゃないですか、ね、JKR さんに泣きついて。別に俺この人の、ね、動画とか作るつもりないっていうか、なかったっていうか、ライリーのとこのネタだしネタって言っちゃったけど、ライリーのネタだし、うん、あでもね、ライリーも俺の林郎ネタに、俺の林郎って言い方も気持ち悪いけど、うん、林郎ネタにしとったからね、いいやろうみたいな感じでちょっと撮るんだけど、なんか本当に面白いことになってきましたね。まさかの、もともとね、なんか JKR さんのリスナーだったみたいなんですけども、リスナーっていうか知り合いって言ってたかな。で JKR さんに泣きついて、ライリーと話をさせてくれと。なんか僕がこの動画を見てね、率直に思ったことは、なんだろうな、今までのやり取りも全て含めて、ネット上にいる典型的な女さん、うん、の、悪いところを全て凝縮したような生物です。笑えないです。うん、あのまあ今作ね、 MW2 結構な数の、まあ、いわゆる本物、まあちょっとね話が通じないみたいな感じがあるんですけども、このね女 V さん、もうやめておいた方がいいと思います、マジでね。コンバーター使っとけよ、おとなしく、うん、コンバーター、ベノメックスおすすめだぞ、うん、コンバーター使えよ。でなんだろうな、昨日の動画も言ったけど、このゲームをこの全実況者の中で一番やってるのは、まあ多分ライリーだと思うのね。うん、だからそのね、ライリーとかに MW2 で、話し合おうなんて無理よ。知識量とか圧倒的に負けてるんだから。ね、このライリーの方が使用履歴も多いし、あなたがどれだけ初心者、まあ、BO4 からなんだろうけど、あの人言ってたじゃん、 BO4 からって。 BO4 であれでしょ、何年 BO4 1年目で、MW、CW、ヴァンガード、もう5年目ですよ今作で。5年やって見たでしょ、あの下手さ。女だから、年だから言い訳できないよ。女だろうが年寄りだろうがね、上手い人いるから。上手い人っていうか、まあ上手くなくともね、ちゃんとプレイする人。あなたが女で、年でもね、年でもある程度向上心があれば上手くなれるはずなんですよ、普通の人間なら。それはなんだろうな、両手あるじゃん、多分あなた両手あるでしょ。片腕のやつにね、なんか上手くなるよとか言ってるんじゃないよ。そのなんだろうな、性格の問題なんですよ。多分ルール無視じゃないですか、あんな。完全に自分やってることルール無視なのに、いえ私はルール無視してないです、ライリーさん、悪いとこばっかり切り抜いてあげるのをやめてもらっていいですかとか言ってるから、性格がとにかく悪、あのなんだろうな、この前のね、俺があげた50件俺にね長文アンチコメしてきたあのおじさん、あれも話が通じないじゃないですか。ライリーと通話で話そうとしたって、結局だから初心者とそのまあ経験者っていうか猛者、まあ猛者っていうか、その初心者っていうか弱い人でもね、あんだけ叩かれてるわけじゃないですか、リスナーに。ライリーので、その叩いてるリスナーみんなうまいかといったらそうではないと思うんですね。その下手な人でもやっぱりそのこいつの言ってることはおかしいってわかるんですよ。だからもうなんだろうな、こいつが初心者じゃないけどね、5年目はね、ね、こいつが下手だろうが女だろうが年だろうが関係なくて、マジで性格が終わってて、まあ、これからね、そので結局 JKR さんに泣きつくね。でなんだでそのこの後何 JKR さんにが動画にしてくれんのか分かんないけどさ、あのね、だったら直接ライリーのツイッターに行って DM 飛ばした方が良くないですかね。
ラリーとか DM 開放してるでしょ。 DM じゃなくても Twitter とかでいいじゃないですか。そこを直接言えばいいのに、わざわざその何、自分と関わりのあるね、ライリーと同じぐらい有名の JKR さんをわざわざ通してね、もうそういうとこが女さんって感じなんだよ。現にこいつさ、炎上商法じゃなかったらしいじゃんね、本当に怒ってライリーと直接通話したいみたいな。動画でこれ以上やり取りし合ってても拉致が開かないので、じゃなくて、話し合っても拉致開かないから、なぜなら話が通じないから。自分がね、なんかまともに喋れていると勘違いしてるんだよね、そういう人たちって。この前の俺の50件アンチ2期もそうだけど、自分がちゃんと話し合えてると思ってるんだよね。話し合えていないのにね、笑われてるのに。そうでしょ。現に例えばね、もう一番賢い方法はライリーにネタにされたじゃん。でそいつが一番最初のライリーの動画で6000再生で、その後 の動画で4000再生近く取ってんだよ。ならそっからね、ぶっちゃけめちゃくちゃ叩かれてたけど、そっからね、なんだろうな、どうにかその見に来てくれたわけだから、叩きに来たとしてもね、その人らがね、6000人4000人普段ね2桁再生じゃん、その人らが叩きに来てくれたわけだから、うん、くれたのね、見に来てくれたんだよ、叩きに来ても見に来てくれたわけだから、そこをどう面白いことをうまく手駒にして、自分の視聴者にするかが、そのね、まあ一番賢い方法だと思うんだけどな。その時点で炎上商法は成功してるんですよ、その人の中で。だって再生数取れてんじゃん、6000再生4000再生取れてるから、成功しているのにもかかわらず、そこじゃなくて本当に怒っちゃって、ライリーとさんと直接話させてください、キチゲーかマジで、うん、本当にやばいっすね。しかも何、女 V とか言って、 VTuber あれ見たけど、何、絵のモデルがさ、口しか動いてないやん、口しか、予算がないのか知らんけど本当に絵じゃん、うん、本当に A だった。まあこれに比べたら林郎くんはまだ賢かった方かなね。すぐ逃げたけどさ、その俺逃げるやつ嫌いだって言ったじゃん、すぐ逃げたじゃないですか林郎くんは。でもなんだろうな、まあ逃げたことによって、まあ、ネタにされてるけど、これ以上自分が恥をかかさに、まあ、逃げたって時点でも恥なんだけど、まあ、それ以上恥かかないじゃん。でもこの人は多分逃げるとかはしないと思うから、なぜならガがクソ強いから、うん、この人マジでクソ強いと思う。自我っていうか、めちゃくちゃもうなんか強気な性格なんだろうな。本当に嫌だわ、ね、多分話の通じないお母さんっているじゃないですか、ね、たまに自分の母親とさ喧嘩してさ、なんでこいつこんな話通じないのって思ったことないですか。それなんですよ、うん、そういうなんかこいつがまあ母親とかやったら、多分そういう女さんのめちゃくちゃ悪いとこが出るんだろうな。だって現に話し合いできてないわけだから、もう自分が有名になりたいなら、なんかもうこれを機になんかね、すいませんでしたみたいなこと言っといて、ね、ちゃんときちんとした死にまくってもいいから、きちんとした旗入るとかやったらね、そのライリーのリスナーも鬼とかじゃないから、普通にまあね、その4000再生とかいかなくても1000人ぐらいはとどまって見に来てくれる、わかんないけどね、うん、じゃないっすか。これ以上何、ライリーと話し合って JKR さんに助けを求めて、あの大手 COD 実況者2人を、ね、一応ねプロレスであってもいがみ合ってるあの2人を、ね、通話させてまで、なんだろうな、困惑させているというか、まあ、ある意味すごいな、強烈なキャラクターだなと思いましたね。まあ、これから JKR さんが動画に上げるのか分かんないんだけど何を動画にするのか、 JKR さんも困ってたじゃないですか、ね、でしかも何、JKR さん途中ではしご外したっていうか、その人の味方をやめたみたいな感じになって、しかもそれはね、ライリーが勝手にっていうか、ディスコの音声上げたじゃないですか。でそれを見てその女 V はジョーカーゲームさんにそのまあはしごを外されたっていうか、突然の裏切りされたっていうのを知るんだけど、これからどうなっていくのか、本当に このぶっちゃけ一番楽しみなね、本当もう COD がつまんないで、こういうのをね楽しみにみんな生きていきましょう。はい、今回はありがとうございました。